ごいカメラが置かれてるじゃないですか。はい。なんすか、何が始まるっすか。そうですね、ちょっとこちらへどうぞ。はい、仰せのままに。はい、何が始まるんですか今日は。はい、今回はですね、中村さんとエレルトさんで久々にコーデ企画をやろうと思います。はい、来ました。はい、5 days いえ、まあ去年と同様に、まあ、5 days でも良かったんですけど、はい、まあ、手始めにちょっと違うことをやろうかと思いまして、うん、まあ、中村さんはまあ海外入荷とかで毎週のようにこうスタイル提案をしてると。はい、来、はい、ましたよ。もう今年の夏はもう夏バテ寸前でしたよ。そうですね。はい、エレルトさんはまあ日々のインスタ投稿とかですね、はいはい、まあ、毎日のようにあのコーディネートを投稿するっていう、ね、あ、もうカリスマですから。間もなく10万人ですよ、フォロワーが。そうですね、おしゃれ番長ですよ。自分自身のコーディネートはもう散々やってきたので、はい、なんで、はい、まあ、ここでそうお互いのコーディネートを考えるとしたら、うん、はい、どういうコーディネートになるんだろうっていう。わー、やりづらい。相手が LL とはやりづらいっす。そうです、はい、まあ、個人的興味っていうか、はい、あとはまあ実験的な意味も込めて、はい、まあ、ちょっとこの企画を立ち上げて、はい、なるほど、はい、店舗に、はい、まあ、これだけのアイテムがありますので、まあまあ、はい、選びながらコーデを考えてもらおうと。なるほど、思います。オッケーです。それでですね、はい、まあ、選んでる途中で、うん、まあ、視聴者さんがこう抱いてるファッションに対する、うん、はい、まあ、疑問とか、うん、悩みとかを、はい、まあ、質問形式で聞いていくんで、はい、それに答えてもらえればなと。それはもう何でもお答えしますよ。はい、はい、お任せください。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、行ってみましょう。じゃあですね、はい、LL さんのコーデを考えていこうと思います。はい、まあ、番長もね、番長こそもう百戦錬磨ですからね、いろんな洋服を着てるから、なんか着てないようなものを選びたいところですが、なかなか難しそうだから自分がしそうな格好を番長がするとどうなるのかっていう第三者として客観的に見てみたいなと思ってます。まあ、自分よりかっこよくなるんだろうなと思って中村さんが、はい、その LL とさんこう、はい、抱くこのファッションのイメージってどういうものがあり、うん、ありますか。まあ、番長、うちのエレルットといえばやっぱアメカジーベースでしょう。はい、まあ、ただその中にもやっぱ遊びは効いてるなっていう、チャレンジする時もあればもうベタに硬い時もあるし、もうアメカジです。イメージはザ・アメカジ。ああ、なるほど。うん、で今回はそのイメージを覆してみようかな。はい、覆す、まあまあ覆すまではいかないですけど、ちょっと番長じゃあしないような合わせ方をしてみたいなって思ってます。まあ、もしくはちょっと自分が個人的に推してるものを着せてみたいなって思ってます。はい、これからこう空き服を買うと思うんですけど、はい、まあ、その選ぶ時のポイントとかあれば。空き服を選ぶ、まあ空き服に限らずでしょうけど、やっぱポイントはサイズ感じゃないですか、だと思います。まあ、特に秋冬はけど言えるのは、時期によっては1枚でアウターって、まあ、ジャケット的な着方もするし、かもっと寒くなればインナーとしても着ることになると思うので、そこら辺のサイズ選びはちょっと大事かなと思いますけどね。まあ、自分がコーデを組むときに、はい、こう気をつけてることとかあれば、はいはい、もう質問ばっかじゃない全然選べてないけど、まあまあ自分はね、皆さんご存知かもしれないですけど、身長160センチの62キロなんで、わりかしその小柄なんですよ。はい、だからやっぱサイズ感が大事ですね。サイズ感と、まあ、丈感、まあ、サイズ身幅と丈のバランスがすごい大事だと思ってるので、はい、やっぱもうサイズ命ですよ。うん、だと思います。また質問なんですけど、はい、選ばせない、まあ、はい、まあですね、そのアウターとかをこう選ぶときに、はいはい、アウターとかパンツとかですね、うん、まあ、配色方法って結構なんか難しいと思うんですよね。うん、ですかね。上を、まあ、OD で合わせたら下どんな色がいいとか、はい、なるほど、なんかアドバイスというか、アドバイスって言えるほどのことはないかもしれないですけど、自分はですね、基本的にコーディネートは3色以内に大体抑えてます。
まあ、サイズがまずサイズ感命でしょ中村の場合は、はい、で次はやっぱ3色以内に大体カラーとしては抑えるのをベースにしてますね、はいはい、迷彩柄とかはもうちょっとノーカウントですけど迷彩という1カウントですけど、うんうんうん、それ以外に関しては大体色味をあんまり使わないっていうのがポイントかな。あとはなんかね好きな配色があるんですよ。ネイビーにグレーは自分の中で鉄板だったりとかトリコロールカラーに抑えるとかそのなんか好きな色の組み合わせがあるからそれをベースに組み立てるとすごいやりやすいです。あ、うん、じゃあですね、はい、まあ、サイズ感の話またなるんですけど、はいはい、まあ、この秋するとしたら、うん、こうオーバーサイズとかジャスト目とかあると思うんですけど、うん、はいはい、どういうサイズ感で着ればいいですかね。サイズ感はですね、今年も継続でやっぱちょっと身幅大きめのゆとりがあるサイズがいいかなと思ってますけど、今年は特にちょっとショート丈のジャケットがめちゃくちゃ豊富なんで、個人的にはショート丈のジャケットに太めのパンツで、冬になったらそれに大きめのコートをざっくり羽織るみたいな、このスタイルめちゃくちゃ可愛いと思ってます。これはいいですよ、おそらく。ああ、基本うちはこうオンラインサイトじゃないですか、はいはい、買うときは、はい、オンラインサイトで買うときの失敗しないコツというか、うん、注意点というか。あ、失敗しないコツはやっぱりね、はい、おそらくですけどオンラインで買って失敗したなって思うのは大半がサイズが合わないときだと思うんですよ。なので自分はもう自分のサイズをもう熟知してます。だから T シャツだったら今年は身幅、肩幅50、身幅60の丈感が65から70だと絶対いいシルエットになるなとかいう、そのサイズスペックが頭に入ってるんですよ。だから皆さんもそのご自身のお気に入りのサイズ感のもののサイズスペックを頭に入れてサイズの数値を比較するとすごくサイズ選びは失敗しないと思います。だからこれ結構大事だと思いますけどね。なんか今年のこの秋冬、うん、はい、一押しのアイテムとかあったら。ありまくりますよ。そうですね、ありまくります。それはもう普段から言ってますけど、あのね、今年は間違いなくあのこの冬通して言いますけど、はい、チェコ軍、チェコ軍はマジでちょっと一押しですね、はい。これはフライフロントですけど、レインドロップのコートだったりとか、はい、チェコ軍のアイテムは個人的には結構ラインナップも豊富だし、価格もお手頃だし。うん、で硬いところで言うとちょっとまだ動画でお届けできないかもしれないですけど、ちょっと先日ねこの米軍の BDU ジャケットですよ、はい、これが大量に入荷したんです。でこれのね初期型中期後期といろんなねあのタイプに分けて見てあの検品してみたんですけど、これはやっぱ奥が深いなと思って、はい、初心忘れるべからずで BDU ジャケットでしょ米軍の、はい、でやっぱり新しいネタとしてユーロミリタリーのチェコ軍、この2つは硬いと思いますね。個人的にはもうこの秋冬を押していこうと思うアイテムですね、うん、じゃあですね、はい、うん、LA レッドさんにも来てもらいました。こんにちは。はい、はい、LA さんにとってのこの中村さんのファッションのイメージってどんなものですかね。まあね、なんかアメカジ、どちらかというとカジュアル寄りなイメージがあるね。であとでもまあ中村さんのイメージというかやっぱなんかね自分のサイズをよく知ってるっていう、あ、うん、そこは結構大事なことねっていうイメージはある。だけど自分の体型と、はい、そういったのを全て理解して上で服を選びをするから、まあ、そこはね、うん、長けてるかなっていう印象がありますね。あ、なるほど。じゃあですね、うんうん、まあ、これからの季節こう秋服を選ぶと思うんですけど、うんうん、そういう時 のポイントとかってあったりするんですかね。秋服ってやっぱり最近ちょっと年々ね秋が、ちょっと短くなっていってるじゃん、はい、まあ、春もそうやけど、はい、秋もちょっと割となんか革ジャンが着れる季節がちょっと短くなったりとかするので、はい、やっぱりちょっとレイヤードとかをして、まあ、ちょっと冬でも着れるような、あ、多分だからこそ最近 3A とか 2A の、洋服が世の中に溢れてる理由としてはやっぱり季節の少しの変化があって、やっぱりもの秋だけの単体で考えると長く着れなくなっちゃうから、うんうんうん、まあ、そういった意味合いではやっぱりちょっとね冬まで考えたレイヤードスタイルでも楽しめるようなそういった洋服選びが一つの最近の、まあ、基準になってるんじゃないかなと思います。
まあ、自分がコーデを組むときに気をつけてること、うん、自分基準でね、はい、うん、そう、自分基準でって言ったらもう単純にあのそのコーデをやって楽しいかどうか、あ、まあ、私もコーデに安定感もおしゃれもぶっちゃけ求めてはない。そのコーデを着ていかになんかユニークで面白いか、だから多分変なコーデをする理由が多分それない。このなんか全く違うコーデ、例えばまあヴィンテージと原稿って合わせる技はまあみんなよくやる人はやると思うけど、はい、全くウエストンテイストからこっちに持ってきたりとか、はい、まあ、いろんなそういったの遊びを忘れないこと、それが自分がやってそこがまあ楽しいかどうか、あとあのそれが様になってるかなってないか、まあ、もちろん失敗もずっとあるけど、ずっとトレイ&、まあ、そのテストしてみて反応良ければずっとやるし、まあ、そういったのをちょっとずつ訂正していくのは、まあ、まあスタンスかな。なんで私は多分、まあ、固まってないのが多分私の強みの一つかなっていうのはありますね。俺の中で一つ出来上がってるのがあるから、はい、今までのちょっと中村さん自身がしないコーデをちょっとねできるのが私の目標やっけん。似合うかどうかはちょっと別としてね、変更させたいけどなかなか難しい。中村さんはやっぱこうあれ、ああいうイメージでこそ中村さんっていうそのイメージがあるから、はいはいはい、そこをどう崩していくのかがちょっとね、テーマってことですね。テーマ、じゃあですね、こうファッションのコーデを組むときに気をつけるその配色方法、まあ、その配色に自信がなければ基本的にはワントーンですね。ワントーンにして一つちょっとこうインナーだったりとか靴下だったりとか帽子かまその靴か そこどちらかでちょっとワントーン違いを入れるっていうこと、3色以内でまとめろとかっていうのがあるんですけれども、やっぱそれもですね、皆さん自分自身でやっぱやってみないと分かんないです。やっぱこう何色も取り入れてみてまとまらなかった場合はちょっと、まあ、その省いてみたりとか、そういったのを常にやっていくうちになんかその身につくもんじゃないかなと思います。この秋、うん、するならどんなサイズ感で服を着たらいいかってことなんですけど、どんなサイズ感っていうよりかは流行ってるサイズ感とか流行ってないサイズ感とか、はい、そういったのをうんるんする以前の問題で、うん、やっぱこう洋服を楽しむ大前提としては自分のサイズをよく理解するっていうことです。自分に似合うサイズをちょっと理解するっていう、まずそこから始まるので、うん、いっぱい着てみてその鏡でそれをチェックするっていう、おしゃれじゃない人のほぼ8、9割は姿見がないっていう、あ、なるほど、とかあって、結局その全身で自分が洋服を着た様子を自分の姿を見るので恥ずかしいですよ、うんうんうん、慣れてないと、うん、でもだんだん離れしてくるとそういったのもなんかなんじゃなく思えるようになるので、結局場数を踏んでいっぱい試着していくうちに自分のサイズ感が分かってくるので、そうなってくるとちょっとまず寸法を測って大体自分のなんかこうベストサイズがこれだっていうのを分かった上で通販で物を頼むと失敗するリスクも減る。実際ちょっと私の場合は最近ちょっとネット通販で書いてる横寸法でなんかこう頼むとほぼ9割ぐらいは失敗しないです。大体そこさえ把握しておけばあの失敗することもなくなるので、でももちろんその道まではめちゃくちゃ失敗をしていっぱい買っていろんなことをして今習得してるようなあれですので、まず秋に対してのあれっていうよりかはまず自分のサイズを知ること、うんうんうん、っていうことですかね。この秋おすすめの推しのミリタリーアイテムを教えてください、うん、推しのミリタリーアイテム、はい、まあでも今パッと思い浮かぶのはこれやね、うん、何ですかこれ。最近ちょっと流行りかどうか自分もそういった流行りを研究してないのでもう分かんないんですけど、はい、ぶっちゃけ、はい、今何流行ってるかとか、はい、でもあのなんか最近ファッショニスタっていういわゆる人たちのインスタをちょっと見たりとか、はい、あのしてるとちょっと意外とタートルネックよく見られるんですよ、はいはいはい、カットソの、うん、ニットのタートルネックじゃなくてカットソのタートルよく見られるので、
自分の中でもこれ結構最近よく投稿してるでしょ。これそうですね、昨日もなんかもう緑を、緑とオリーブもう全身グリーンで、あれ多分あれこそ多分挑戦です。ああいうのをなかなか人がしないことは自分はしたがるっていう癖がちょっとあるんですけど、そういった意味合いで色も非常に鮮やかで、サイズもちょっとねゆったりめで、ね、なんか着心地もめちゃくちゃいいので、はい、この US ネイビーのデッキクルータートルネックはちょっと一押しですね。これかなり使えるので、まあ、例えばオールブラックの時にこれがまさに差し色になったりとかするので、まあ、おすすめです。はい、はい、ということで選んでみました。そうですね、もう選ぶ途中に質問が多すぎるから、まあまあね、全然進まないっていう、はい、質問はあんなにある、はいはい、同じように答えたんですか。まあまあ真剣に答えました、はいはい、もう中村真剣には答えましたけど、はい、ということで選ばせていただきましたので、はい、私もそうですね、お互いそのコーディネートで登場しましょうかね。そうですね、じゃあジャンプしましょう、はい、せーの、はい、ちょっと違ってきました。いやー、お互い組んでみましたけどね。そうそうそう、これね、ちょっとね、まあ後で自分のコーデ解説後でしますけど、はい、ちょっともう負けちゃってる、なんか寄せすぎたかな、いやこれがね、ちょっとあまりのパンチがありすぎて、はい、いやいや、これはちょっと、はい、ちょっともうじゃあ先に番長解説、ね、お願いします、はい、これ、まあ、一応なんかこう、はい、普段中村さんがしないファッションをしようっていうのがちょっと今回のテーマで、はいはい、なるほど、ちょっといつもならちょっとカジュアル系が多いと思うんですけど、うん、そうですね、ちょっと今回はルード系のちょい悪さをちょっと出したかったので、はいはい、なるほど、はい、そっち系にちょっと寄せてみました。いや、すごいっす、はい、まずはあれですね、まずスラックスですね、ここまで細いパンツ普段ほぼ履くこと、はい、いや、こんな細いパンツ十分履いてお出かけしたことないです、はい、そうですね、もう割とほんとジャストフィットのジャストだけを、はい、あのスラックスを持ってきて、はい、その下はですねちょっとあの、はい、ロガブーツで、なんかちょっとこうヒールがあるようなロガブーツを持ってきて、はい、ちょっとこうなんか足長効果だったりとか、ね、身長も高くなってますよ、はい、これ狙っております。はい、はい、で上はスイス軍のちょっとクランパシャツをタックにすることによって、はい、ちょっとまあ大きめのシャツを着せてるのでちょっとシャツ見えしますね、はい、クランパシャツでなんですけど普通にシャツ見えするような感じにしておいて、はい、ベイブの M6 度のジャケットのライナーを合わせてる感じです、はいはい、そして最後のポイントはこちらのやっぱルード系で欠かせないこのヴィンテージのハットですね。すごいなこれ、いやいや、ここでサングラスだったらもっと完璧だったんですけど、ね、これね、俺ベテランミュージシャンでしょ多分これはすごい、はい、これはすごい、なかなか自分ではなかなかじゃないです、はい、200% 自分ではしない、うん、これは、ね、いい経験させてもらいました。いや、とんでもないですよ、このパンツ履くときにうわ裸やんっていうね、そうそうなんですよ、なんかねこれ着替えた瞬間自分裸で立ってるぐらい恥ずかしかった見ないでと思ったんですもん。いやただ新鮮ですね、もういい思い出になりました、ね、これ。いやでもやっぱ中村さんイケメンなのでハットがめちゃくちゃ似合います、ね、ありがとうございます、はい、受け止めます 200%、 いや本当はね、ここでねサングラスだったらもうマジで、ね、これはちょっと新しいです、はい、マジでもう新しい風が吹きまくってますね。いやとんでもないです、ありがとうございます、はい、ぜひこういうスタイルで、ね、そうですね、たまにはこのメリハリいいですね、キャップが、ね、はい、普段ラフだから、そうですね、これはあとパンツも太めが多いので、そうそう、どうしても、はい、やっぱりこういったね、たまにはちょっとこういやジャストシルエットっていうところ、めちゃくちゃいいと思います、はい、ありがとうございます。いいかなと思います。はい、はい、ということで、もうこの後、はい、ちょっとやりづらいんですけど、いや、とんでもないです。鼻水出そうになりましたよ。はい、先ほど、はい、そのあのインタビューの時に提案させていただいた、はい、今年はショート丈のジャケットに太めのパンツに大きめのざっくりコートを羽織るこのスタイルがおすすめですというのを、はい、見事に番長にあの体験してもらいました。表現してもらいました。はい、いや可愛いですよ、やっぱり、ね、いい感じですよ、やっぱり今年はね、うん、やっぱこの BDU ジャケットも大量に入荷してますから、はい、そうですね、でデンマークのコートちょっと先日発見したんですけど、うん、このダークホース的なこのコートの存在感、はい、これめちゃくちゃいいんですね。いやめっちゃいいんですよ、はい、このシルエットといい、この太めのこのアームホールからのシルエットがですね、うん、はい、でイタリアのモーターサイクルパンツはこれ黒染め自分結構愛用してて、染める前のものなんですけど、はいはい、このね太いパンツがちょっとモードっぽい感じで、うん、いいんですよ、いいっすね、このね、はい、色合わせも今回はちょっと見事に3色に、これもインタビューで言ってますけど3色に収まってるんです、はい、大体、うんうんうん、だから結構いい感じになってるはずっていうコーディネートでしたけど、はいはい、あ、中村さんも3色のこと言ってました、言いましたよ、あ、私もそれは、あら、あら、やっぱ光栄でございます、それは光栄でございますよ同じこと言ったんですね、やっぱそれはみんなね、俺も間違って見えなじゃん、いやいやいや、それでもあれですね、基本中の基本っていうところで、はいはい、じゃあ皆さんこの色のお話はもう絶対ですよ、守ってください、はい、そうですね、そしたらそれだけでまとまりのあるね、はい、そうですね、結構統一感がある色なん で、一見なんか柄物も入ってなんかうるさく感じるかもしれないですけど、
着てみるとまとまりがいいっていう。いや肩を並べた気分で、はい、番長にありがたいっす。私そこでさすがに当職もね、これね、ネットボアしてくれるところが、いやほらやったっすよ、はいはい、いやけどね、さすがっす、ルルットの遊び心に私中村の今季一押しスタイルが表現できたんで、はい、これもうちょっと満足しました。いやこれでも全然ね、うん、いいと思います。いやこれはもう日常で楽しんでいて、ね、たまにこういう非日常を持って、はい、そうです ね、 ね、でもまあデート時とかでこういった時に天神 ね、 ね、なんかこうサングラスかけて、これで待ち合わせ来たらビビるでしょうね普段とのギャップでお待たせっつって、そう一瞬なんかこうなるかもしれないですね、はい、いやいやけどよかったです、はいはい、あの戸高のおかげでちょっと貴重な経験できましたん で、 で、ね、はい、なかなかないんですもん、ね、いやないない、これはないこれはないです、はい、お互いがね、これどうですかね、発起人の戸高的には、はい、いや今までこう見たことないような方じゃなかったんで、はい、ちょっと新しい扉開けたんじゃないですか、はい、そうですね、開けますオープンザドアしてますよ、これは間違いないですね、はい、はい、という感じで、はい、これあれですね、シリーズ化するかもしれないから、はい、次は鈴木横木みたいな感じになるかもしれない、はいはい、そうですね、あの鈴木横木コンビを見たいですね。これね、今回の動画良かったら皆さんコメントくださいね、はい、そしたらシリーズ化するかもしれない、そうですね、誰と誰のコンビが見たいとかですね、見たいとかいろいろ欲しいですね、はい、うん、だからもう今回の動画に関してはもうちょっとぜひグッドボタンお願いします、はい、またこのシリーズで、はい、あのお会いできる日までお楽しみに、はい、それではさよなら。